Ciao, buongiorno. E adesso iniziamo io sono la DJ Megumi Tamon. Tamon Megumi がパーソナリティとしてお届けをしている毎週土曜お昼12時からの YouTube チャンネル Ciao, Lambretta. 今週もご視聴ありがとうございます。はい、今回ね収録会ということで、いやー気持ちいい秋晴れの空となりました。そんな今日私が来ているこの場所は神奈川県川崎市宮前区にあります、じゃじゃーん、 DB テックさんというねショップさん、バイク屋さんなんですね。こちらで取り扱っていただいているのがファンテックなんです。そう、ほらもう並べてくれてるでしょ。でこのね場所のアクセスなんですけど、いろんな車とかバイクの音聞こえるでしょ。そう、前が結構交通量の多い通りになっていて、あのバス停でね下有馬っていうあのバス停のもう目の前徒歩5秒ぐらいの場所なんですよ。いやあのね有馬っていうと、私兵庫県出身なんで有馬温泉をすごい連想しながらね来る途中も思ってたんですけど、なんかそういうこう知ってる土地名とかがね、なんかこう今まで行ったことないとこでも聞くと嬉しくなったりしますよね。まあ、そんな、まあ、土地柄といいますかこうね地方感も出しつつの今週のショップ様ご紹介、では早速行ってみますかね。はい、今週はマスクファンティック仕様で行ってまいります。皆さんも中へどうぞ。さあということでですね、こちら店内にお邪魔しまして、 DB テックさん代表の花輪さんにお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。そうね、あの個人的にというか、花さん実はですね、前職といいますかね、はいはい、こうイタリアンヨーロピアンバイクの、まあ、有名ディーラーさんをご経験されてこちらに独立を、はいはい、されたという経歴をお持ちでらして、はい、うん、独立でいいんですかね。あ、そうですね、はいはい、独立で、うん、はい、大丈夫ですね、うん、はい、で、あのこちらに、はい、そのショップさんを構えられたきっかけ、はい、というのが、はい、なんかメカニックさんがお一人いらっしゃってというふうに、もともとそうですね、あの安田という人間がおりまして、はい、あのメカ仕事だけを、まあ、この場所でもう15年ほどあのやってまして、でたまたまその私が、まあ、勤めは長かったんですけども、あの、まあ、独立したいなということで、あのいろいろちょっと相談をしたところ、まあ、じゃあ一緒にやらないということを声かけていただきまして、うんうん、まあ、今のそのお店の形態になりましたということですね、はい。あのさっきちょっとね伺ったんですけど、はい、最初はそのお隣だったんですよね、はい、そうですね、で、あの近くだけだったんですけど、はい、で、はい、花輪さんが、はい、まあ、一緒にやろうとなって、はい、こちらのスペースもお隣がちょうど空いてた、そうですね、ちょうどあの、うん、空いてまして、うんうん、たまたまそのこちらもあの私が入る前も、はい、あのバイク屋さんが実は入ってまして、あの、へえ、そうなんだ、職さんが入られてまして、はいはい、あの偶然ちょっと出られるということで、うん、まあ、もう大変でということで、うんうん、すぐに感じました、うん、で壁ぶち抜いちゃったんですよね。ちょっとあの見栄えですけど、はい、あの急にしたいですけど、ちょっともう、はい、うん、感じですね。うん、でも屋根さんに許可を得て、ね、すごい、その屋根さんが、はい、だって隣も車の、ね、なんなんかショップも入ってて、はい、あのランボ、フェラーリ、ロールスが、ね、たくさん入ってる有名なラッキング屋さんでして、うんうん、あのちょっとあの仲良くさせていただきますし、うん、はい、まあ、あの車もバイクも好きな方が非常に多いので、うん、お互いにそのお客様の交流もありますので、うんうん、まあそこも本当にあのラッキーかな。あの私ここに来る道中、はいはい、まあ、あのナビを見ながら来たら、はいはい、結構住宅街の中を、ね、こう走らされてここに着いたんですね、はいはい、だからこう生活圏の中でありつつ、はい、まあ、ここはなんかこう車とバイクの特区みたいになってますよ ね、 すね、はい、あのやっぱり初めて来店されるお客様が、うん、まあ、あの扉を開けて、うん、こう一歩足を踏み入れた時の、うん、この表情を見るのが私はすごい楽しみで、あのまあこんなところに、まあ、言っちゃうと多分あの正直に言っちゃうと思うんですけど、こんな場所にこれだけのバイクが並んでるみたいな、そのリアクションですごく、まあ、楽しませていただいて、はい、もうしめしめみたいな、まあまあまあ本当にあのどうよっていう心の中で思いながらいろいろちょっとこう楽しいお話をさせていただいて、そう、だって私はもう DB テックさんがねどういうラインナップ扱ってらっしゃるかを分かった上で来て、はいはい、でこう表
見て、はい、あすごいなんかこう町のバイク屋さん的なこう、ね、庶民的な、ね、構えでやってらっしゃるんだなって、はいはい、まあこう昭和的な言い方をすると、はい、なんやったらこう自転車も直すでぐらいのね、はい、なんかそういう、はい、そういう雰囲気、ね、そうそう、はい、で一歩、はい、カラッと開けて入って、はい、マジかよみたいなそうこう、はい、こう来たかっていうのをね。いやで本当そのギャップがもう一歩踏み込んだ時に花輪マジックにじゃあかかってるわけですね、はい、うん、本当に狙ってます。楽しく狙い通りのコメントありがとうございます。でですよ、はい、まあ、そんな、はい、まあ、いろんなこうイタリアンヨーロピアンバイクをもう関わってらして、はいはい、で今回、まあ、ファンティックの正規取扱店さんになっていただいてるということで、まあ、ショップ紹介としても伺ってるんですが、こうファンティックをここに加えることにしたなんかきっかけってありますか？はい、ですね、まずさんの総合会で、うんうん、私、はい、インストラクターをやらせていただきまして、まあ、必ずお伺いしてるんですが、はい、まあ、その中でたまたまサインハウスさんがファンティックの展示者というか、うん、ブース出展をされてまして、うんうんうん、で私もその先導の合間で、うん、ちょっとまあ異常に興味があったので、うんうん、まあ、第一にまずかっこいいですよね。その乗ってないんで、まず性能はまあ度外視というか、うんうんうん、まあ、どんなもんだろうと、うん、まあ、私も正直舐めてかかってましたので、まあ、かっこいいしなってちょっと興味があったので、うん、乗せていただいていいですかなんて、うん、ちょっと先導で使わせていただいて、うんうんうん、させていただいたんですけども、うん、でまあちょっとまあまあ乗ってみよう、うん、ちょっと正直舐めてかかってまあ、ルックスがね、まあ、こういうこう、うん、まあ、だってね、そうサーキットの試乗会っていうと、はい、大体 SS が並ぶわけですよ。まあまあまあそうですね。ね、はい、そうそうそう、ね、スーパースポーツたちが、そう、もういかにも走るぜっていうのが並んでる中で、まあこの子ですよ。そう。なんかこうちょっとこうなんでしょうね、なんだ、まあ並ぶとファニーな感じというか、ちょっとこう、まあ、一息つこうかぐらいに見える感じではありますよね。で乗ってみて。で、うん、まあ、正直本当にその大して走んないだろうと、まあ、もう本当にちょっと言っちゃってあれなんですけど、うんうんうん、って思ってて、ちょっとこうじゃあ行ってみようと思って、うん、元気に走ってみた、はい、何みたいな、こう、ね、まずそのエンジンのパワーが450のシングルなんですけど、まあ、非常にこう吹き上がりもいいですし、まあ、速いです、うん、で、まあ、じゃあそうコーナーどうだろうと、ちょっとまあ詰め込んでみまして、うんうん、まあ、ブロックタイヤですし、うん、まあ、グリップもしないだろうし、ないだろうなーなんて思いながらうん、うん、結構ちょっと音のペース上げていったら、うんうん、あれこんなにいけるの、うん、あれまだいけるので、結局その、まあ、お借りしてるバイクなんで、うん、その走行ではその限界点には探れなかったんですが、まあ、正直申し上げますと、私もまあ、国産会社のようなバイクをパネル乗せていただきましたけども、うんうん、本当にですね、衝撃を受けました。とにかく速いし、ハンドリングも素晴らしいし、まあ、こんなことはあれなんですけども、そんなにお上手ない方が、うん、先と走行、例えばスーパーソースされている方と一緒に走っても、うんうんうん、まあ、遜色なく走れちゃうぐらいな、まあ、コースによっては抜いちゃうぐらいな、ポテンシャルのある、まあ、車両ですね。はい、本当に驚きました。扱う人によって本当に生きてくるオートバイ、はい、まあ、そうですね、はい、乗ったその時乗った車両はズバリこれですか、はい、そのモデル名でいうと500の、はい、スクランブラーキャバレル、はい、うーん、他の排気量はどうですか、はい、試しました。そうですね、125も250も全て乗らせていただきましたけども、うんうん、やっぱりちょっと125は車格に対してちょっとアンダーパワーが読めないので、うん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 、まあそのこの車体に関して125っていうのは、うん、まあ、バランス的にはどうなのかなっていうところがありましたけども、まあ、ここのラインナップのお客様的にはですね、だって全部125も250も500も基本ボディ共通ですよね、はい、基本的に、そうですね、でエンジンだけまあそうやってね、ちっちゃくなっていくというか大きくなっていくっていうと、まあそりゃそりゃそうだよねっていう、まあ、そうですね、シャシーが買っちゃいますからね、うん、はい、うんうん、まあ、250に関しては、うん、まあ、本当に非常にバランスがよく取れてるなと、うん、逆に言えば250がまあ一番主力になるんじゃないかなって個人的に思ったんですけども、うん、本当に、まあ、初心者の方から上級者の方まで、しかも、もう車検がないっていうこともありますんで、まあ、そういう部分でそのスーパースポーツとか持たれてる方がセカンドバイクとして所有されるっていうのは非常にこう受付のモデルになると、うん、あとはまあ見てたら分かるんですけど、ビレットパーツですよね、このステムだったりトップブリッジだったり、あとサブフレームとか削り出しのパーツが何使われてまして、うんうん、はい、
マフラーもこのカーボン、ドライカーボンの、マフラーガードがついてますので、うん、まあ、この質感はちょっとこう、このカテゴリーのバイクではなかなかないですよね。もうなんか最初からカスタムを施したみたいになってますよ ね、 なので、うん、まあ、よくその車力がちょっと高いよねって話は正直出るんですけども、うんうん、いやいや、ちょっと待ってくださいと、見てくださいと、これ削りですよと、まあ、ドライカーボンですね、本当に高級なパーツも使われてますし、大量生産じゃ絶対できないようなことをモノファンティックっていうメーカーはバランスさせてるので、まあ、車力は僕はもうむしろ安いんじゃないかなと思いますね。あとからその例えば国産の車を60万とか70万で買って、うん、まあ、必ず皆さんカスタムするわけです、うんうん、でそうすると、まあ、すぐこのファンティックの新車価格は超えちゃうぐらいになってしまうと思うので、まあ、だったら最初からこう、ね、質感の高いものを処分されるっていうのも一つの選択肢かなと思います。うん、ありがとうございます。すごい、なんかすごい褒めてもらった。あ、いやいや、もうね、まあ、正直ちょっとまさっきもお話あれですけども、うん、その走行会の時に話戻りますけども、走行会の時に私も乗らせていただいて、うん、まあ、これ本当の話なんですけど、その場で目の前でサイアンスの人さんに、うん、あ、買いますって言ってその場で言わせて、まあ 僕にっていうのもあれですけども、うん、その言わしめるような車体なので、うんうん、まあ本当に間違いないと思います。で、まあ、その買いますって言った時はもちろんそのディーラーをするとかそういうことも一切そういう話もなく、はいはいはい、うん、単純に僕が一人のバイク乗りとして、うん、素晴らしいバイクかなと思ったんで、はい、はい、じゃあ最初は、はい、もうただ自分が買いますだったんですよ、はい、その、まあね、ユーザーとしてバイク屋さんですから、はい、まあ、言えば、はい、ね、商材として買うじゃなくて、はい、はい、もう本当そういうこうなんて言うんでしょうね、うん、まあ、うん、本当そういうつもりでなく、うんうん、本当素晴らしすぎたので、まあ、褒めすぎなのかもしれないですけど、いや、もうだいぶ褒めすぎです、ね、なんか仕込んだかなっていうぐらい、なんかこう雰囲っぽいですけど本当実はね、うん、まあすごいバイクだなって。で、まあ、ファンティックといえばそのトライアルね、皆さん話しとんじゃないですか、世界チャンピオンを取ったブランドで、うん、まあ、私も名前はもちろん知ってましたし、ただやっぱりその、ね、メーカーが一時的になくなって、うん、まあ、減便状態のところからまあ復活されたっていうことで、さすがやっぱりその世界チャンピオンを取るようなブランドですから、まあ、ものづくりも素晴らしいなっていうのを実感しました。いや、嬉しいですね。そう、ファンティックは実は歴史はね、長いんですけども、ね、はい、そう、ここにね、はい、ファンティックモーターが50という、はい、50年っていうステッカーも貼ってあったりとか、それだけ歴史があって、はい、で最近だとeE マウンテンバイクのラインナップもあったりっていう、すごくね、こうユニークな、こう楽しい乗り物を発信してくれているメーカーなので、ぜひ皆さんこれもきっかけにチェックいただきたいなと思っております。ちなみに、はい、この番組、はい、チャオランブレッタという番組なんですが、ランブレッタ興味どうですか？もちろん、もういつも、ね、試乗させてくださいって言ってるんですけど、なかなかね、ちょっとタイミング合わないだけなので、もうぜひ乗せていただきたいなと思っておりますし、今後ちょっと取り扱いも可能性もありえると思います。ご注目ください。あるものは、はい、キャバレットの500のスクランブラーですね、はい、赤いタンク、うん、で、さっき、まあ、あれを、ね、バックにしながらお話しさせてもらったので、はい、こちらを今前に持ってきて、はい、そう、せっかくだから、はい、ちょっとこう2人の足つきも身長差もあるのでちょうどいいんじゃないかなと、ね、見ていただけたらなと、はい、じゃあ私ちょっとこ、あ、ごめんなさい、前回ってみようかな。じゃあ私から、はい、こっちでいいかな、はい、フラットトラック。私実はね、このフラットトラックが一番好きなんですよ、はい、よ、お邪魔します。こんな感じで、まあ、乗り込んで軽いから引き起こしすごい楽なんですよね。そうですね、本当に軽いバイクですよね。そうで、はい、今あえて両足をツンツンにしようとするとこんな感じね、両足一緒にしようとすると。でも、まあ、バイクでよ軽いし、もうこう片足べったりでお尻と内ももで固定すれば手を離しても全然平気なね、これバランスがすごいいいですよ。そうですね、あと本当軽さ、それがねすごく好きで、あとシート幅のこの広さも乗ってる時に楽だし、あとこう動かした時のこうお尻とシートの何でしょうね、この絶妙なグリップ感っていうか、これも私は大好きなんです。はい、ありがとうございます。で結構これ傾くんだよね。いろんなこう場所で乗り降りできるように。で、花輪さんがまたがるとどうなるかを私は見たいんですよ。ね、参考になるかどうかお願いします。あ、余裕。なんか
あ、全然やっぱ違うよね多分ね、はい、はい、そうですね、私の身長だと182センチなんですが、182、はい、20センチ違うんだ。そうですね、20センチ、はい、でも2人ともちゃんと足つきますからね、うん、割とこう、はい、ね、あと、まあ、あのウエイトでね、こうグッと沈むというか、はい、こうしっかり設置する感じも今ありましたね。そうですね、肘の沈み込みも結構しっかりしてます、うん、テンションの動きも、まあ、しないかですね、うんうん、あ、でも大きい方が乗っても決してバイクが小さく見えないし、はい、いいですね。そうですね、うん、本当にバランスのいいバイクだと思います。うん、私なんかもうちょっとね、あの小さめのバイクの方が本当にちんちくりになっちゃうんですけども大きい方のね、あの、はい、あるある、うん、ね、悩みの、うん、そんな感じになりますね、うん、本当に絶妙なサイズ感、ね、はい、ありがとうございます。で、と乗りました、このフラットトラックとこの、あ、そうですね、はい、はい、ラリーと乗りましたね、はい、はい、どうでした、こう乗り心地って違う？そうですね、あのやっぱり私個人的には、うん、まあ、あのスクランブラーがちょっとハンドルが軽くて、うん、まあ、乗り回しやすいモデルだなと思ったんですけども、うん、まあ、逆にフラットラックは、まあ、あの、まあ、違いといいますと、うん、そのスクランブラーとかとの違いがまずあのホイールサイズが違うんですね、うんうん、で、あの、まあ、スクランブラーに関してはリア17インチなんですけども、うん、フラットラックは、まあ、そのフラットラックモデルということで全部同じサイズで 2.1 のリングになってます、うん、で、まあ、その辺でちょっとそのハンドリングの警戒感とか、まあ、その乗るシチュエーションをしっかり分けて、うん、そのファンディング車が開発されてますので、うんうん、どちらがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、これはもう完全にスタイリングとあと乗り味の好みをしっかり分けられてるなっていうのがありましたね。私はこのフラットトラックのちょっとこうゴロリンとね、はい、走ってくれる感じが大好きなんですよ、はいはい、でこの、まあ、ね、ラリー、はい、ラリーは関しましては、まあ、オフロードモデルより、うん、で、うんうん、あのサスペンションであったりあのスイングアームがやっぱり一番大きいところのアルミニウムになってますので、あのそこがあの軽量化されてます。でサスペンション前後があの他のモデル、まあそうですね、スクランブラーとフラットラックに関しては減衰調整がないサスペンションなんですが、ラリーに関してはあの前後とも減衰調整があっているようになってます。なのでその辺もあのそうですね、ちょっとグレードの高いパーツが。おーなるほど、あ、まあね、顔で言うとこの辺がね、そうですね、こうルックスエンド、うん、ラジェタカーボンもありますし、うんうん、そのライトがあるんですね。あ、これはもう純正オプションなんで後から、うん、そうですね、そのスクラブだったりフラットラックにつけることも可能です。そうだ、フロントフェンダーの位置も随分高いんですね、うですね、こうやって比べると、はい、サスペンションストロークもつけるので、うん、まあ、よりちょっとオフロードより、うん、うん、うん、でもこうね、シートはちょっとこうクラシックオフっぽいね、レザー調になってたりとか で、ね、はい、ゲーが細かい、違うんですよこれシートもね、うん、はい、さあこんなラインナップの、はい、キャバレロ、ぜひとも皆さんこちらの DB テックさんでもチェックしていただけると嬉しいです。さあ、じゃああっという間に、まあ、エンディングといいますか、はい、はい、ぜひ、視聴者の皆さんに、はい、はい、いただけますでしょうか、メッセージ。あります。ですね、神奈川県川崎市にあります DB テックの、代表を務めます花輪と申します。よろしくお願いします。私あの、まあ、今はあの自分で経営しておりますが、イタリア社 の、 あの有名な、まあ、工事さんに、2社作らさせていただきまして、まあ、イタリア社に携わっても20年以上になりますので、まああのかなり好きなことだと思いますので、チェックしておりますので、まあ、あの困りごと等がございましたら、ぜひあのちょっと遊びがてらご覧いただきたいと思います。あとあの、ファンディングももちろん正規ディーラーやらせていただきますので、あの常に指導者もございますので、ぜひ一度お乗りいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あの試乗車に関しましては、試乗会とかでね、もしかしたらちょっと外にお出かけしてる時とかもあるかもしれないので、はい、事前にご一報いただけるとより安心ですね。はい、SNS の発信もね積極的にされてらっしゃいます、はい、ぜひとも皆さんチェックしてください。
ということで今週のチャオランブレッタはショップ様紹介、ファンティックの取扱店さん、神奈川県川崎市宮前区のディービテクさん、お邪魔いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんチャオチャオ、この後も良い一日をお過ごしください。ボーナジョルナータノンコレーテグイダルピアノアンダテピアノ、安全運転でまずはね、そこ一番大事ですから、皆さん長くねバイク楽しんでほしいですね。それではまた来週もお目にお耳にかかりましょう。アリベデールチーラプロシマセティマーナチャオチャオ。